リスクを分析、対応可否を決めるプロジェクトリスクマネジメント。おはようございます、マサルです。今回はプロジェクトリスクマネジメントについて一緒に勉強していきましょう。それでは早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和2年秋問い54。システム開発プロジェクトにおいてテスト工程で使用する PC の納品が遅れることでテスト工程の終了が遅れるリスクがあり、対応策を決めた。リスク対応を回避、軽減、需要、転嫁の4つに分類するとき、需要に該当する記述として最も適切なものはどれか。A、全体のスケジュール遅延を防止するためにテスト要員を増員する。 E、テスト工程の終了が遅れても本番稼働に影響を与えないようにプロジェクトに予備の期間を設ける。う、テスト工程の遅延防止対策を実施する費用を納入業者が保証する契約を業者と結ぶ。え、テスト工程用の PC がなくてもテストを行える方法を準備する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は E、 テスト工程の終了が遅れても本番稼働に影響を与えないようにプロジェクトに予備の期間を設ける。こちらが需要に該当する記述です。それではプロジェクトリスクマネジメントについて一緒に勉強していきます。プロジェクトリスクマネジメントについてお話をする前に PMBOK について復習しましょう。 PMBOK とはプロジェクトマネジメントのノウハウをまとめた書籍のことです。現在プロジェクトマネジメントを行うための世界標準として利用されています。PMBOK ではプロジェクトマネジメントにおいての知識を10の知識エリアに分類しています。今回勉強するプロジェクトリスクマネジメントは10の知識エリアの1つに該当します。それでは具体的にプロジェクトリスクマネジメントについて勉強していきましょう。プロジェクトリスクマネジメントはリスクを分析して対応可否を決めます。リスク特定、リスク分析、リスク評価、リスク対応、この4つのプロセスで成り立っています。この4つのプロセスのうちリスク特定からリスク評価までのプロセスのことをリスクアセスメントと言います。アセスメントというのは評価という意味です。リスクを特定して分析して評価するまでの流れがリスクアセスメントです。リスクアセスメントが終わったら評価されたリスクに対してどのような対応をするのか、リスク対応のプロセスに移ります。リスク対応は大きくリスクコントロールとリスクファイナンシングに分かれます。リスクコントロールとはリスクをうまく制御して被害を小さくするための対応方法です。リスクファイナンシングはリスクを財務的、つまりお金の力で対応するという方法です。それぞれ細かく見ていきましょう。リスクコントロールの中にはリスク回避、リスク軽減があります。リスク回避はリスクのある活動をやめるという方法です。しかしリスクを取らないということは得られるリターンを放棄することにもなります。次の軽減は予防措置を行うことで事故の発生頻度や被害額を下げることです。次はリスクファイナンシングを見ていきましょう。リスク移転は保険などによって事故が発生した場合の損失を第三者に補填してもらうことです。リスク移転は別名リスク転嫁ということもあります。次のリスク保有はリスクに対する対策を行わないということです。事故が発生する可能性が著しく低い場合や発生したとしても自己負担で対応できる場合はリスクを保有します。リスク保有は別名リスク需要という場合もあります。それでは問題を見直しましょう。システム開発プロジェクトにおいてテスト工程で使用する PC の納入が遅れることでテスト工程の終了が遅れるリスクがあり対応策を決めた。リスク対応を回避、軽減、需要、転嫁の4つに分類するとき、需要に該当する記述として最も適切なものはどれか。正解は E、 テスト工程の終了が遅れても本番稼働に影響を与えないようにプロジェクトに予備の期間を設ける。これがリスク対応の需要に該当する記述です。今回の問題はちょっと難しかったですよね。間違い選択肢も確認しておきましょう。あの選択肢は開発プロジェクトに遅延が出ないようにテスト要員を増員して対応しています。よってリスク軽減だと考えることができます。 E の選択肢は
発生確率や影響をコントロールしようとしていないので、リスク需要です。ウの選択肢は第三者に補填する契約を結んでいるので、リスク転嫁です。エの選択肢はリスクがある活動をやめているので、リスク回避と考えることができます。それではもう一問、別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート平成30年秋、問い50。プロジェクトリスクマネジメントはリスクの特定、リスクの分析、リスクのコントロールという流れで行う。リスクの特定を行うために、プロジェクトに影響を与えると想定されるリスクを洗い出す方法として適切なものはどれか。A、許容できる管理限界を設定し、上限と下限を逸脱する事象を特定する。 E、デンジョンツリーダイアグラムを作成する。 U、発生確率と影響度のマトリックスを作成する。 A、ブレインストーミングを関係者で行う。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、ブレインストーミングを関係者で行うが正解です。今回の問題はリスク特定に関する問題でした。リスク特定とはリスクを洗い出すことです。リスクを洗い出すのに適している方法はブレインストーミングです。ブレインストーミングとは複数人が集まってアイディアを出し合う方法です。個人では思い浮かばないようなアイディアの発見や提案をすることができます。ブレインストーミングでは4つのルールがあります。アイディアを批判・評価しない、自由にアイディアを出す、質よりも量を重視する、アイディアをまとめるというルールです。このようなルールを守ることで参加者は自由にアイディアを出すことができて、最後にアイディアをまとめることができます。今回のリスクの洗い出しでは、さまざまな担当者が集まってブレインストーミングを行うことで抜け漏れなくリスクを洗い出すことができるはずです。それでは問題を見直しましょう。IT パスポート平成30年秋、問い50。プロジェクトリスクマネジメントはリスクの特定、リスクの分析、リスクのコントロールという流れで行う。リスクの特定を行うために、プロジェクトに影響を与えると想定されるリスクを洗い出す方法として適切なものはどれか。正解は A、 ブレインストーミングを関係者で行うです。それ以外の間違い選択肢も確認しておきましょう。 A は管理図、E はデンジョンツリー分析、U は発生確率影響度のマトリックスです。それぞれの話をすると動画が長くなりすぎるので、今回は割愛します。今回の問題ではまずブレインストーミングとは何か、こちらを覚えるようにしてみてください。それではここでブレイクタイム。試験とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。皆さんはリスクと聞くとどのようなイメージがありますか。真っ先に思い浮かぶのはリスクイコール危険というイメージです。リスクとはネガティブなことで、できれば避けたいことというイメージが一般的だと思います。しかしビジネスにおいてリスクは不確実性と捉えることができます。新しいビジネスを始めたものの全然お客さんがつかない、このようなリスクはよくあります。しかしこのようなリスクを取ることで収益を増加させてリターンを得ることができます。リスクを取らないことが一番のリスクだと言われるように、ビジネスの活動においてはリスクを伴う活動が必要です。その時に大切にしなくてはならない考え方は適切なリスクを取るという考え方です。どんなリスクが存在するのかを洗い出して、リスクを分析して、どの程度のリスクを受け入れることができるのかを確認し、自分の許容レベルに応じたリスクを取ります。リスクを過度に恐れてしまうと何もできなくなってしまいます。今回学んだようにリスクをマネジメントして、適切なリスクを取って挑戦することが大切だと思います。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和2年秋、問い54。システム開発プロジェクトにおいてテスト工程で使用する PC の納入が遅れることでテスト工程の終了が遅れるリスクがあり、対応策を決めた。リスク対策を回避、軽減、需要、転嫁の4つに分類するとき、需要に該当する記述として最も適切なものはどれか。正解は E、 テスト工程の終了が遅れても本番稼働に影響を与えないようにプロジェクトに予備の期間を設ける、こちらがリスク需要に該当します。次の問題、 IT パスポート平成30年秋、問い50。プロジェクトリスクマネジメントは
リスクの特定、リスクの分析、リスクのコントロールという流れで行う。リスクの特定を行うためにプロジェクトに影響を与えると想定されるリスクを洗い出す方法として適切なものはどれか。正解は A、 ブレインストーミングが正解です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえるととっても嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。